はい、どうもこんばんは。パジャマです。メタルギアオンライン3。まあね、今日本当は生放送しようと思ったんだけど、ちょっとね、時間がね、ないっていうね。なので、まあ、勝手に撮ってあげようかなみたいな。まあメタルギアはね、もういいかな。もう全ね、でも最初の方はね楽しかったよ、確かに。だけどね、途中でもメンテナンスしてないし、やっぱ前作のね期待があったからね。まあそれもあったで、まあ、やる気なくなってきたし。ね、下手くそだとかなんやかんや言われてきたけど、俺ガチ勢じゃねえから悪いけどね。フルトンパンチね、結構フルトンパンチが良かった時なんてね、フルトンパンチしてなんかフルトン回収なんか横取りされたとかどうのこうのかいろいろ書いとったらしいけど、されるやつが悪いんじゃね、俺より先に死ねえやつが悪いんじゃね。ねえ、あいつ狙っとったのに横からあいつをね、誰かを倒されたとか倒したとかさ、てめえが倒せてねえから悪いんじゃねって思うんだよね。まあね、それもメタルギアほんとガキしかおらんからね。何ガチ勢って気持ち悪いからさね。別に上手かったら上手かったらそれでいいんじゃない。俺別に適当に遊んどるからさ今まで。で、人間関係っていうかね、プレイヤーっていうかね、しょうもないやつしかおらんかったけど、まあまあ、まあそうは言ってもね、楽しかったよ。まあ、これからっていうか、もうメタルギアは放送一切しないし、動画も上げないし、まあ誘われたら行くぐらいで、まあ今まで見てもらったね、リスナーの方とか、まあ初見の方とか、あとはもう初見でも何でもない普通のね、たまたま見ましたよみたいな、まあ今までありがとうございました。こんなしょうもない動画を見てくれてで、これからはね、もう FPS 系がメインになっていくかな。レインボーシックスをこれから始めるし、あとなんだろう、あ、FF か、ファイナルファンタジー15か、あと、もしかしたら COD、 あの今新しく出てるやつとか、あとは、まあ、BF4 かな。まあその辺をやっていこうかなーって。まああくまでね、ガチでやらねえから、もう自分の趣味でやっとるからね。あれ気に入られ、これ気に入られって言うんだったらね、もう一回 見たと一回見て、そのそういう風に思ったんだったら、もう一生見なくていいから、後からあだこうだ言ってこんねえ、いいで。まあそんな感じだ。まあ本当はね、生放送して終わろうかなと思ったけど、まあちょっとね、めんどくせえっていうね。いつも通り本当にめんどくせえっていうね。生放送、まあいっかなって。まあそんな感じで、他のゲームでも今後とも実況パジャマをよろしくお願いします。じゃあこの辺でまたね。